エレン、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。ねえよ、そんなことは。あのチビは調子に乗りすぎた。ジョージ、おい、止まれ。てめえに言ってんじゃん。聞こえねえのか、バカ野郎。ロッドレイス、お前が、このチビ親父。なんかご苦労様だよ。いや、俺たちはこのバカの護衛で仕方なく。お前ら、図体ばかりでかくなりやがって。1年前君に船ごと担ぎ上げられて以来ですね。これからよろしくお願いします。いや、今後もお前らとの接触はない。顔を見せたのは最大限の譲歩だ。それで十分です。